佐久地域で目にする人々の営みを私岡佐久目線で発信する Vlog シリーズ、解像度高く地域の暮らしを見てみたいという方に特に楽しんでいただけたら幸いです。今回は私も会員になっている内山コミュニティ農園で行われた脱穀の様子をお届けします。内山コミュニティ農園は長野県佐久市内山地区にあるみんなで耕しみんなで作る農園です。詳しく知りたい方は概要欄のリンクよりご覧ください。でっかいドラムが中で脱穀をして風を起こしてゴミを入る。で中でバーッと入れて、左と右っていうのがあるんですけど、こっちがいっぱいになるとブザーが右、もういっぱいになったよーっていう、はい、そしたらこっちに変えて、その間こっちが落ちる。でこっちに、